はい、てことで皆さん9ヶ月ぶりのバロやっていきますよ。どんだけ期間空いてんだ。いやー、うちのチャンネルずっとデイブ・ザ・ダイバー実況プレイしてきたでしょ。先日それも完結したし、久しぶりに復活しようかなって。で、今回の企画は何なんだ？この状況相当ぶっ飛んだ企画じゃなきゃ許されないぞ。それはぶっ飛んだ企画用意してきましたよ。てことで今回は50でいきたいと思います。定番中の定番じゃねえか。とまあ運よく先行もらったから、初っ端からラッシュぶち込みに行こうかな。運やってること相当やばいんだよな。さあ、いよいよ開幕だ。1ラウンド目はみんな武器弱いからいい感じにラッシュ決まらないかもだけど。お、1キル目決められるか？いや、普通に負けてんじゃねえか。あ、まあ私自身バロやるの久しぶりだからね。それに1試合目の1ラウンド目だからエイムが定まらないってのもあるか。そういうこと。だから2ラウンド目はしっかり活躍していく予定だよ。さて、スパイクも無事設置。このまま守りきれば勝利だね。味方は2人、敵は3人か。有利とはとても言えないな。まあうちのチームは精鋭揃いだから、何事もなく勝利を収めてくれるはずだよ。間違えた、うちのチーム全員雑魚だったわ。最初にやられた奴が何言ってんだよ。とまあ普通にラッシュしてもつまらないので、今度は全員バッキーで行ってみようかな。確かにこのステージだったら近距離がつくかもな。あ、今後ろで味方がやられたから、ここ角待ちしとけばいけるかも。9ヶ月ぶりの我がチャンネルの奥義だな。さあ、殿下の宝刀を喰らえ。外しちゃった。いや、何やってんだよ。まあでも倒せはしたから大丈夫か。さあて、仲間のところに向かって援護しようかね。うわ、待って、フラッシュもろに食らった。くそ、今のは前方不注意だったな。なんとか最後の一人が 1v3 クラッチしてくれれば。とまあそんなの高望みだよね。今のは分が悪かったか。次は最初からみんなやられないようにしようぜ。それじゃあこのラウンドから強い武器使っていこうかな。いや、アレスは強い武器なのか怪しいが。何言ってんの、マリサ。マリサはアレスとオーディンどっち取るかって聞かれたらオーディンって答えるの？そりゃそうだよ。もうどいつもこいつもアレスの良さに気づかないんだから。いや、普通にバンダルとか取った方が絶対良かっただろ。じゃあこのラウンドはただの後方不注意でやられたから、次のラウンドでアレスの強さ見せつけてあげるよ。てか、そんなこと言ってたら味方残り一人じゃねえか。いや、さすがに 1v3 クラッチはないかな。どうや、見事なヘッドショット。今のは上手かったね。とその後も一人倒して、まさかの 1v3 クラッチ実現。普通にすごすぎるだろこれは。まあこの人今のランクゴールドさんだからね。それじゃあ次のラウンドになったから見せてあげよう。これがアレスの連射力だー。そしてこのラウンドも無事勝利ですね。いや、なかったことにするな。さて、現在戦況は2対2。最初は連続してやられたけど、なんとか同点に追いつけたね。このまま逆転してリードしていきたいところだな。さて、最中に侵入しちゃいますよ。となんか守り手薄だなここ。てーや、そこいたんかーい。相当害悪なポジションだよな、あの箱の裏って。もう一人あいつにやられちゃったよ。でもなんとかそいつも倒して2対1だぜ。これはかなり有利なんじゃない？さて、スパイクも無事設置で、思ったらアイソのウルトを。さあ、これは夜のエイムが試される。果たして返り討ちは成功するのか？いけ、夜。あ、ダメだったか。いや、でも最後の一人がアイソ待ち伏せしてるぞ。いや、これは敵かわいそうすぎる。アイソのウルトって勝っても負けても結局やられるみたいなとこあるよな。そういう意味ではあんま強くない気がするんだけど、うまくやる人もいるのかな。ってことで逆転に成功したから、このままの流れで勝利に導きたいね。あ、敵裏から来てるっぽいぞ。ふ、それじゃあジェットと蜂の巣にしちゃおっかな。絶対同時にやられちゃったー。さすがに夜一人で3人相手にするのはきついか。案の定クラッチは無理だったね。今のは正直分が悪かったから、次のラウンドで取り返そうぜ。ここでみんなにいい知らせを届けよう。いい知らせってのはなんだ？ついに私ウルトが溜まったんですね。普通にただの報告だった。正直レイナのウルトって連射性が高い武器ほど無理だと思ってるから、今回は惜しみなくアレスぶっ放していこうかなと。おお、ナイスキルだぜレイム。てーや、後ろにいたのー。先陣切ったやつがなんともなかったから油断したな。で、普通にジェットすごくない？バッキーで3連続キルしたよ。もしかして最後の一人も決めて 1v4 クラッチありえるか？おー、ナイスクラッチー。今のは結構すごかったな、ジェット。次のラウンドは私が活躍してやろう。まあ、たったしてたら味方残り2人になったわけだけど。いや、何やってんだよ。まあまあ、さっきのジェットと同じ展開になればいいだけの話で。いや、アイソのウルトはきつくなーい。これバッキー圧倒的不利だろ。まあそりゃ勝てるわけないよねー。頼みの綱はフェニックスだけだ。とまあ、それも叶わずじまい。バッキー持ってる時は思いっきり最前線で突っていいかもしれないな。後方支援してたら敵残り1人になったんだけど。後方支援って表現で濁すな。最後の敵がどこにも見当たらないんだよね。キープするにはまだ早いしな。てーや、そこに隠れてたんかーい。いや、そこで何してたんだよ、敵さん。私たちが目の前通るとでも思ってたのかな。とにかくナイスキルだぜ、レイム。さて、今回はミッドからすんなりと最中に入れたから、裏から来てる奴らを返り討ちにしたいところ。確かに微妙に足音がする気がするな。ほら、これがアレスの連射力だー。おー、今のはアレスありきのダブルキルだったな。これでアレスの強さに気づいていただけたかな。とまあ、次のラウンドも何事もなく勝利して、交代前最終ラウンドですね。ってことは久しぶりの雑談コーナーか。いや、もう何せ9ヶ月ぶりだから勝手を忘れてるけど、何話せばいいんだっけ？まあデイブ・ザ・ダイバー実況も終わったことだし、これからの活動方針について話したらいいんじゃないか？ああ、確かにそれは話さなきゃだね。ってことで、ウプ主から伝言を預かっておりますので読み上げます。もうウプ主が登場すればいいだけだろ。まあうちではデイブ・ザ・ダイバー終わった後にやろうとしてた計画がありまして、それが別枠での生声実況ですね。じゃあゆっくり実況やめるのか？いや、完全にやめるわけじゃないんだけど、投稿は超低頻度になっちゃうかもです。ちなみにその別枠ってのは、個人的に一から始めてみたいって気持ちがあるので、公開するとしてもだいぶ先になりそうかな。
それじゃああんまり期待しない方がいいってことか。まああと何本かは動画上げたいと思ってるし、まだお別れってわけじゃないからご安心を。でもそれは寂しくなっちまうな。まあでもたまに投稿したりするかもしれないんだよな。それはたまーにあるかもしれないね。つまり引退ってわけじゃないのか。それ聞いてとりあえず安心したぜ。ってことで雑談はこれくらいにして、オペで最後の一人ぶち抜きたいところですね。ああ今のは結構惜しかったな。ふふ、その先に隠れてるのはわかってるぞ。視界奪ってその隙に発射だー。今のはナイスキルだぜレイム。いやーやっぱオペは気持ちいいねー。さあここからはディフェンダー。ちょうどこっちに来てるっぽいから防衛していっちゃおう。まあ出花くじかれたわけだけど。いやダサすぎるだろ。っていうか忘れかけてたけど私たち50だからめっちゃ不利じゃない？先行もらったのが運良すぎたぜ。しかしそんな状況でも勝っちゃうのが私たちなんですねー。設置されない限り私たちはまだ有利だな。さあ今回もガン待ちしていこうかなと。いやだから超絶害悪なんだって。めっちゃ来てるー。一人倒せたがここは引いた方がいいだろうな。相手もそろそろラッシュ仕掛けてくるかなって思ってたけど案の定だったね。デュエリストはラッシュすると強いくせにラッシュされると弱いから気をつけないとだぞ。あれ？でも敵さん来なくない？そろそろ最中に侵入してきてもいい頃合いだよな。あ、敵のスポーン側で仲間が戦ってるからワンチャンローテ企ててるのかな？そうと決まれば B に直行だぜ。ってことで角待ち一人返り討ちにして、仲間のフラッシュもろに食らったよ。いやなんだそのダサい報告。え、なんか私撃たれてないって後ろにいたー。敵さんめちゃくちゃバッキン外してたな。そしてそこを味方が詰めて無事勝利。10対4とはまた調子いいぜ。この調子で勝っちゃうぞー。さあ手裏取りしちゃいますよっと。角待ちされてるかもだから気をつけろよ。よっしゃくらえー。どうや後ろもー。普通に警戒されてたな。そうあとは頼んだわがで僕たち。やられると味方への態度悪くなるのやめろ。とまあ今回は時間切れで惜しくも敗北。一気に味方がやられまくったのが問題だったか。今度からは慎重に行こうぜ。さて今回もラッシュ対策で張っちゃうぞー。いやースパイクも設置されちゃったしだいぶきついね。なんか見てはいけないものを見た気がするが、確かにこの状況はきついな。これは完全に50への弊害。でもここで2人倒して3対2になったから、勝ち筋は十分にあるはずだぜ。とここでもう1人倒したから敵残り1人。さすがに勝てるでしょこれは。そして最後の1人も倒して勝利。これでマッチポイントに王手だな。このままビクトリーまで一直線だ。いやウルト溜まったからここは開幕で突入してみたいね。走りすぎてやられるなよ。さあ敵の確認もできたみたいだしエンプレス発動。最初はアビリティで視界を奪ってから撃ちまくるのがいいだろうな。よっしゃね置いたから突入。オラクライアレスだー。おいレイム多分奥にまだいるぞ。うおー連射力ー。ナイスダブルキルだぜ。さっき愛想の後ろに政治が見えた気がするんだけど気のせいかな。横に隠れてったからおそらく角待ちだろうな。ゴリ押しアレスの力をくらえー。単純に害悪プレイすぎる。いやみんなにキル奪われてエースとはならなかったけど、これはかなりレイナのウルトの神髄披露できたんじゃない。トリプルできれば上出来だと思うぜ。レイムにしてはとこと余計だよ。そして迎えたマッチポイント。最後はエース取って締めたいね。さて現実逃避して裏から攻めるジェットを見てみましょうか。相手も裏取りは警戒してなさそうだな。さあまずはオディンを持ったガイアハーバーを撃破。ハーバーがキャリアだったっぽいからこれは象徴有利だぞ。とここでフェニックスが1人撃破して敵残り1人。けどここでジェットがやられちまったな。さあフラッシュ入れて決めれるかフェニックス。おー美しいビクトリー。相手ウルト発動してたからフラッシュ入れてなかったら確実にやられてたぜ。マジで綺麗だったね今のラストキルは。今回はフェニックスが MVP で文句なしだな。いやそれは文句ないんだけど、レイズにギリ順位抜かれたのがちょっと悔しいね。この人は次回もご活躍願いたいな。え？何言ってんのマリサ。動画主の戦績上回った人は動画半首だよ。独裁にも程があるだろ。